いつもはこちらの草を食べているんですが、今日は七夕ということでカピバラたちには特別にこちら今が旬の小玉スイカをプレゼントしようと思います。実はカピバラの温泉が新しくなりました。イエーイ。では星型に切り抜けたので、この星型のスイカを温泉に浮かべたいと思います。いやー、浮かべていきます。あ、沈む、もしかして本当だ。あ、いや浮きましたよ。 川が上だと浮かぶ。ギリギリ大きいのは、大きいのは浮きますね。
スイカをプレゼントしたいと思います。いきます。初スイカですか？初スイカです。生まれて初めてスイカを食べるはずですね。あ、食べてる。プレゼントしました。私の願い事は、まあ、家族みんなで仲良くずっと暮らせますようにですかね。ゴリさん、願い事何かありますか？ドリームボーイズ開けたい。それでは温泉も新しくなりましたので、カピバラたちにも会いに来てくださいね。待ってます。皆さんの願い事をコメントでお待ちしてます。はい、どうぞ。これはな、ゆっくりだね。相変わらず上品ね。さすが最長記録。さすがだね。誰よりもゆっくりだね。8分だったもんね。はい、上手。美味しいね。美味しいね。はい、終わり。